こんにちは、沢です。今日はニラ麹バーグを作っていきたいと思います。この前作ったニラ麹を下味にも味付けにも使ったハンバーグのレシピになります。めちゃくちゃ簡単なので今からぜひ作ってみてください。材料はひき肉、玉ねぎ、パン粉、片栗粉、豆乳、ニラ麹。調味料がニラ麹と甘酒になります。でパン粉とか片栗粉とか、まあ、分量書いてるんですけど、今回私が使ったひき肉の量に対しての分量になるので、こちらは各自で皆さん調節されてみてください。はい、じゃあ、ハンバーグの素をしっかり種をこねていきたいと思います。もうしっかり冷たいですけど、めちゃくちゃしっかりこねてください。で玉ねぎはみじん切りしたものを用意しとってください。で片栗粉とパン粉と豆乳とあとニラ麹を下味に使いました。なんか片栗粉を入れたらなんかちょっとまとまる感じがするような気がします。でニラ麹は、味付けにも使うんですけど、私は今回下味にも使いました。だいたいこのぐらいのひき肉に対して大さじ1ぐらい入れたんですけど、あのしっかりめの味がいい方はもうちょっとニラ麹多めに入れてもいいんじゃないかなと思います。はい、で私ハンバーグ作る時もすりおろしたニンニクとかを入れているんですけど、あのニラ麹の動画見てもらった方はわかると思うんですけど、この麹にもあのすりおろしたニンニクとか生姜が入ってるので、あの美味しくなるんじゃないのかなと思って今回はニラ麹ハンバーグを作りました。はい、じゃあ下味した、ハンバーグの種を丸めて形を作っていきます。でしっかり空気を抜くことがポイントみたいですけど、あのどこまで空気抜くのが正解なんですかね。なんかテレビでジェラードンがハンバーグのなんか空気抜くやつなんかテレビでやってたんですけど、見た方いますか？あれめっちゃ面白くなかったですか？はい、でこんな感じに丸くしてで形作って完成です。あとは焼くだけになります。はい、じゃあ丸めたハンバーグの種を焼いていきたいと思います。だいたい私の手のひら、私の手には多分わかんないと思うんですけどの大きさぐらいにしました。これはお弁当用と旦那の夜ご飯用に作りました。で、しっかり弱火、しっかりっていうかまあ弱火で私はいつも焼いてます。で真ん中くぼませてからちょっと蓋をして放置していきます。ちなみに皆さんはハンバーグ何派ですか？なんかデミグラス派とかトマト派とか和風派とか煮込み派とかいろいろあると思うんですけど、私の旦那はなんかジョイフルっていうファミレスがあって、そこのなんかペッパーハンバーグがめっちゃ好きらしいんですよ。で今は全然行ってなくて食べてないんですけど、そのなんかペッパーハンバーグ風の味がいいっていつも言ってきます。私はそのハンバーグ食べたことがないので正解がわからないんですけど、多分なんか黒胡椒とかで多分味付けしたなんかそのソース的なやつではないと思うんですけど、なんかそれがいいっていつも言ってきます。なんで全然リクエスト無視したハンバーグなんですけど、まあ、これはこれで今回は美味しかったです。で油がめちゃくちゃ出るので、私はキッチンペーパーで都度ちょっと油を拭いたりとかしてます。はい、で弱火でじわじわと焼いていったんですけど、なんとなくちょっとハンバーグ火が通ってきたなっていう感じがしたら、あの裏返してから、で私はちょっと酒を入れてからまた蒸し焼きをしていきました。はい、で裏面も焼いて中ちょっと爪楊枝刺してみて、透明ななんか肉汁が出てきたら中火通ってるよみたいなサインなの でそれ確認してもらったら味付けに入っていきます。で今回はニラ麹バーグになるので、ニラ麹が大さじ1と甘酒が大さじ1の味付けになります。はい、あとはもうハンバーグとその麹を絡めるだけになります。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。まあ、あのこねたりとか焼いたりとかめんどくさいけど、味付けめっちゃ簡単で美味しくできるので、あのハンバーグのハードルもちょっと下がるんじゃないかなと思います。はい、完成です。まあなんかめちゃくちゃ地味ですね地味だけどこれが美味しいんですよ本当に。はい、今日のニラ麹バーグいかがだったでしょうか。もうめちゃくちゃハンバーグ作る
ハードル下がったと思うし、作りたくなったんじゃないかなと思います。で、麹とか甘酒使うことでなんか美味しくなるし、ハンバーグもなんかふわっと仕上がるような感じがしてめちゃくちゃ感動しました。で、お弁当とかにもいいと思うし、夜ご飯に出してももう一瞬でなくなると思います。もう本当に簡単なので皆さんぜひ作ってみてください。他のレシピもたくさん動画上げてますので、そちらもぜひご覧になってください。